カーカティ・ヤーサとは、11世紀初頭から14世紀初頭にかけて、インド南東部に存在したヒンドゥ王朝。首都はワランガル。11世紀、ベータ1世の名が、初期の王として歴史に現れた。ベータ1世の息子プローラ1世の時、その勢力を拡大した。後期チャールキ・ヤーサに使える諸行となり、主君・タイラ世から鼻むこんだのちを与えられた。だが、 プローラ一世の孫プローラ二世は、主君ビクラマーディティア六世の没後に反乱を起こし、ハナムコンダに攻めてきた、タイラ三世を捕虜にするなどし、独立を果たした。プローラ二世の二人の息子プラタパルドラ一世とその、弟マハーデーバは、ヤーダバ町との戦争で戦死し、マハーデーバの息子ガナパティーデーバが、捕虜になるという屈辱を味わった。後ガナパティーデーバは許されて帰国して、 即位し王となると、東方カリンガと南方の地方勢力を復旧させて、勢力を回復した。チョ町の半島草刈場として産食し、カーンチープラムまで接見した。これにより、カーカティーアーサは、ホイサラーサ、ヤーダバーサ、パーンディアーサと争うこととなったが、ガナパティデーバはその地勢において、シバハを保護して、その不況を援助した。一方、 新種とワランガルを築き、開港、モートパッリでの海外貿易の振興に努めることによって国力の増強を図った。続く、娘のルドラマでエビーの知性はヤーダバ町の侵入があり、風神の反乱も相まって南方における領土を失った。だが、貿易振興策で経済的に繁栄し、カーカティー・ヤーサの開港、 モートパッリを訪れたマルコ・ポーロは女王を名君とたえ、前世と、その繁栄ぶりを褒めたたえる記録を残している。ルドラマデイビーの孫プラタパルドラ二世院の時、王国の領土の4分の1を77地区に分けて、ナーヤカと呼ばれる領主に統治させ、行政と防衛を委ねた。これは後に、ビジャヤ・ナガル王国のナーヤカ性に大きく影響したという。年。 ハルジー長のアラーウッディーン・ハルジーによって、名称マリック・カーフールが、デカン地方に使わされ、1310年に、首都アランガルが陥落させられた。だが、プラタパルドラ2世は功能を差し出して、カーフールと和議を結び、毎年の功能を約束した。その後、プラタパルドラ2世は南方に転戦し、ホイサラ・アサとパーンディア町の軍勢を破り、北は、ゴーダバリー側から、 南はカーベーリカワカリューのティルチラーパンリまで勢力下に収める勢いであった。しかし、これはハルジー町がたまたま南インドを直轄支配しないという条件下の仮初めの繁栄に過ぎなかった。1320年、デリー・スルターン・朝ではハルジー町に代わってギアス・スティーン・トゥグルクがスルターンとなり、トゥグルク町が起こると1321年に プラタパルドラ2世は功能を停止した。そのため、1322年に南インドの直轄領下を目指して、息子、ウルグハーンが使わして攻撃したが、プラタパルドラ2世はこれを撃退した。その後、翌1323年に、ウルグハーンの軍勢が再び派遣され、デリーの軍勢にワランガルは陥落させられ、カーガティーやアサの藩とは併合された。 プラター・パルドラ2世は捕らえられ、デリーに送還されたが、その途上で死亡し、カーカティーやアーサは滅んだ。後、1336年に成立した、ビジャヤ・ナガル王国の創始者、ハリハラトブッカはこの王朝に仕えていたとされる。記述なしは、上に記された君主の子であることを示す。ありがとうございます。